Hey guys. One, two, three. YouTube で、やりましたけどもね、先ほど言ったように、2分も同じ曲目でお送りしたいと思います。では、日本のエレキといえば加山雄三さんを忘れてはならない湘南サウンドと言われてね、加山雄三さんの曲から、2曲続けて、夜空の星そして君といつまでも2曲続けてお送りします。
温かい拍手ありがとうございました。ヤインギャという声も出ました。はい、金山龍三さんの曲から、夜空の星、そして君といつまでも2曲です。続きましては、やはりエレキといえばもうこれは欠かせないというね、我々の、年寄りって言っちゃう自分でもなんですけども、はい、我々の60代以上の方はもう懐かしい、お、いいね、懐かしいね、青春だねという、ベンチャーズというグループがアメリカからしまして、その曲目、もうエレキを復旧させたというね、日本で、そういう曲、ベンチャーズの曲からダイヤモンドヘッド、そしてパイプライン、それから、太陽の体にという曲を3曲続けてお送りします。エレキというのはこれだという、ちょっと早めにお願いします。はい、行きましょう。Thank you.
ありがとうございましたね。途中ちょっと間違えるとみんなにジロッジロッと見られるという狙われるというね。はい、怖いバンドなんですけども、はい、ベンチャーズの曲からですね、ダイヤモンドヘッド、そしてパイプライダーで、太陽の体に、3曲、テケテケさんをお送りしました。我々のバンドのコンセプトとして、エレキで何でもやっちゃおうじゃないかという、民謡からクラシックから歌謡曲から、何でもギターでアンサンブルというんですけど、やりたいというのが我々の願いでございまして、そのジャンルから、では次は民謡を2曲エレキでやると民謡はこうなるという曲、アレンジでお送りします。ソーラン節、そして花笠音頭、この2曲民謡2曲をエレキでやるとこうなります。結構調子がいいもんでしょ。はい、今日はね、台風が近づいてて雨模様だってことでちょっと、はい、時間もいつ雨降るかわからないということで、切羽詰まって急いで行ってみます。では、第2ブロを
最後、2曲ですね。アンコールがあればもうちょっとやりますけど、今からアンコールを要求してはいけないという親から言われてますんで、はい。それでは、はい。リリーはやってないです。はい。業務連絡です。はい、打ち合わせがいろいろ変わってますんで、はい、それでは、エレキといえばもうこれも我々テラスタギストブルージーンズというバンドのコピーをしてますけども、もうこれはやらないと気が済まないというね、お客様が、曲が2曲あります、はい、それは今日ここで皆様とお会いできたのも何かの運命、はい、ベートーベンのシンフォニー第5番運命、そして津軽ジョンガラ節、よく続けてお送りします、はい。Thank you.
ブル B でした。あ、トリプル B プラスでした。はい、予定していたように、いやアンコールの声がかかりましたんで、もうこの子とこの子だとに関わらずアンコールをやっちゃいますんで、はい、はい、これが最後の最後の最後の最後でございますから、はい、ではじゃあ一部の最後はね、ブルースターというしっこりしっとりした曲をいただきましたけど、最後はおにぎやか、おにぎやかに、ベンチャーズのメドレーでお送りしたいと思います。はい、それでは最後の曲、ベンチャーズメドレー。ありがとうございました。トリプル V プラスでした。どうか。